ロバート・マックス・ウェル・ディーンズは、ニュージーランド出身のラグビー指導者。元、ラグビーニュージーランド代表選手。短縮型はロビー。世界最高峰の名称であり、クルセーダーズヘッドコーチ、ニュージーランド代表アシスタントコーチ、ラグビーオーストラリア代表ヘッドコーチを歴任。2014年シーズンから、パナソニックワイルドナイツヘッドコーチに就任。2016年、 2017年のバーバリアンズヘッドコーチを務める。北カンタベリー地方フルヌイ地区、シャビオット出身。クライストチャーチの名門クライストカレッジ卒業後、リンカーン大学に短期間在学し、リンカーン大学ラグビーチームへ入団。U-19 ラグビーニュージーランド代表に選出された。1979年から1990年まで。 カンタベリー州代表選手として、ファーストファイブエース、フルバックとして、選手生活を送る。1983年から1985年まで、ラグビーニュージーランド代表に選出され後キャップ。U-21 カンタベリーカントリーコーチ、カンタベリーカントリーコーチを経て、1997年に、ニュージーランド州代表選手権カンタベリー州。 代表ヘッドコーチに就任。同年チームを優勝に導く。翌年には、名門カンタベリークルセイダーズマネージャーに就任し、ウェイン・スミスのアシスタントを務める。2000年に、スミスが、オールブラックスヘッドコーチに就任したため、クルセイダーズヘッドコーチに昇格。同年のスーパー12で、オーストラリアのブランビーズを破り優勝。 カンタベリー州代表とクルセーダーズヘッドコーチを兼任していたが、クルセーダーズヘッドコーチに専念するため2000年シーズンを最後にカンタベリー州代表ヘッドコーチを退任。2001年にジョン・ミッチェル・オールブラックスヘッドコーチのアシスタントに就任し2003年まで務める。スーパーラグビーで優勝5回、準優勝2回。この間、 カンタベリー最優秀コーチ賞を4度受賞、ニュージーランド最優秀コーチ賞を受賞。世界最高峰のラグビー指導者として、呼び名が高く、クルセイダーズを世界最強のクラブチームへ育て上げた。ラグビー指導者としての能力を高く評価され、南アフリカ共和国のラグビーチームストーマーズや、ラグビーオーストラリア代表ヘッドコーチ就任が噂された。 2007年ワールドカップでのオールブラックス惨敗を受け、オールブラックスヘッドコーチ就任の噂が立つ。ディーンズはオールブラックスヘッドコーチに立候補し本命と注目されるも、グラハム・ヘンリーが再び立候補を表明し、事実上の一騎打ちが展開された。2007年12月6日、ニュージーランドラグビー協会は、ヘンリーの留任人,人事を発表を。 この決定を受け同年12月14日にオーストラリアラグビー協会はディーンズを次期代表ヘッドコーチに内定し2011年ワールドカップを見据えた人事案を発表。オーストラリアラグビー史上初となるニュージーランド人の代表ヘッドコーチが誕生した。また契約の残るクルセーダーズヘッドコーチも2008年シーズン終了まで兼任することを発表した。 2008年シーズンはクルセーダーズを優勝に導き、スーパー14を最高の形で終えオーストラリア、代表ヘッドコーチへ就任。トライネーションズでは6戦3勝3敗で2位に終わる。2009年シーズンは、前哨戦となる、バンダバーグラムシリーズ4戦4勝、トライネーションズ6戦1勝6敗、北半球遠征7戦4勝1分に2敗。 ヘッドコーチ就任2年目までに16名の新人選手がワラビーズに加入し新旧融合チームを編成。2010年シーズンは4戦3勝1敗、トライネーションズ6戦2勝4敗、ブレディスローカップ4戦1勝3敗、北半球遠征6戦4勝2敗。2011年シーズン、カストロールエッジ戦でサモアを相手に敗戦。 2011年ワールドカップ予選プール4戦3勝1敗で2位通過決勝トーナメントに進出し準々決勝対南アフリカに勝利し準決勝に進むも対ニュージーランドに敗戦3位決定戦でウェールズに勝利するも3位に終わる同年8月オーストラリアラグビー協会と2年間の契約延長に合意2012年シーズン ウェールズ・オーストラリア遠征3戦3勝、ラグビーチャンピオンシップ6戦3勝3敗、北半球遠征4戦3勝1敗。2013年シーズン、ブリティッシュアイリッシュライオンズ、オーストラリア遠征3戦1勝2敗。同年7月7日に、シドニーで行われた第3戦では41対16、と大敗。ワラビーズは1989年以来の負け越しが、 決定。同年7月9日、あるは、ディーンズの代表ヘッドタイニングを発表した。ワラビーズ通算74戦43勝2分29敗、勝率58.1%。対オールブラックス戦18戦3勝1分14敗。公認のヘッドコーチにはユーエン、遊園マッケンジーが就任。2013年のパナソニックワイルドナイツ、アバシリ合宿では、 スポットコーチを務め、2014年4月22日にヘッドコーチに就任。2014から2015年シーズンでリーグ制覇。同年8月に開催されたラグビー日本代表強化試合では対戦相手の世界選抜チームヘッドコーチを務めた。2015年から2016年シーズンもリーグ戦を連覇し、日本選手権優勝。 2016年バーバリアンズヘッドコーチ、2017年の同ヘッドコーチを務める。弟に元ラグビー選手でオールブラックス選出経験のあるブルース・ディーンズ、王子にオールブラックス24キャップのボブ・ディーンズがいる。ありがとうございます。